ステファノ・デシモーニは、イタリア共和国エミリア・ロマーニャ州パルマ県、パルマ出身のプロ野球選手。現在は、イタリアンベースボールリーグのリミニベースボールクラブに所属している。1988年4月12日に、イタリアのエミリア・ロマーニャ州パルマ県パルマで生まれる。2003年から2004年は、地元のパルマのジュニア・パルマベースボールクラブでプレーしていた。 2005年にイタリアンベースボールリーグのパルマベースボールクラブと契約を結びプロ入りを果たした。この年は33試合に出場し打率294、0本類打、9打点、30安打、3盗塁を記録した。2006年は43試合に出場し打率209、0本類打、11打点、31安打、7盗塁を記録した。 2007年は32試合に出場し、打率295、0本塁打、6打点、23安打、2盗塁を記録した。2008年は35試合に出場し、打率214、0本塁打、6打点、21安打、3盗塁を記録した。2009年は36試合に出場し、打率274、0本塁打、9打点、 二十九安打に投盗を記録した。二千十年は三十九試合に出場し、打率二百五十八0本塁打、十三打点、三十四安打七投盗を記録した。また七月には第三十一回ヨーロッパ野球選手権大会のイタリア代表に選出された。二千十一年は四十一試合に出場し、打率三百五0本塁打、九打点、 47アンダー9盗塁を記録した。2012年は41試合に出場し、打率283、1本塁打、15打点47アンダ七7盗塁を記録した。また9月には第32回ヨーロッパ野球選手権大会のイタリア代表に選出された。2013年開幕前の3月には第3回 WBC のイタリア代表に、 選出された。シーズンでは41試合に出場し、打率396、0本類打19打点、36安打、5盗塁を記録した。2014年は20試合に出場し、打率307、0本類打13打点、23安打、3盗塁を記録した。同年限りで対談した。9月1日には、 第33回ヨーロッパ野球選手権大会のイタリア代表に選出されたことが発表された。2015年開幕前の2月17日にグローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表の欧州代表に選出されたことが発表された。3月10日の第1戦、3月11日の第2戦に9番中堅守で先発出場した。シーズンでは リミニベースボールクラブへ移籍する。オフの10月23日に第1回 WBSC プレミア12のイタリア代表選手28名に選出されたことが発表された。ありがとうございます。